どうも皆さんこんにちは。おたまです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。本日はですね、富士フイルムの X100VI がね、当選したよっていうこの前動画を上げたんですけど、X100VI が家に届きましたので、こちらをね、開封していきたいと思います。抽選にね、当たらなかった方であったりだとか、実際に抽選に当たった方もいらっしゃると思うんですが、ぜひね、この動画に関しては一緒にね、開封したらこんな感じなんだよっていう、ところ、感動だったりとかワクワクのところをね、楽しんでいただけたらと思います。まだまだね、手に入らなかった方も諦めずにね、この動画をきっかけに手に入るまでね頑張ってほしいなっていうふうに僕は思いますので、ぜひとも、楽しんでいただければと思います。それでは開封をしていきましょう。いやー待ったよ、長かった。手に入るまで割とね動画とかもねそれなりに今回は撮ったんですけど、このここまで正直手に入らないとは思わなかったですね。本当にマジかよっていうぐらい本当に手に入ってない人がいっぱいいるみたいですね。僕もね下手したら全然手に入らなかった可能性って高いとは思うんですけど、いやーまさか、こんなに入手が困難になるとは本当に思ってなかったです。もうね実際に、開封ができましたのでね、上から撮影をしていきたいと思います。わーおー、いやー箱の重厚感いいね。箱の重厚感がめっちゃいい。富士フイルムでございます。 X100VI かっこいいね。では開封をしていきたいと思います。いやー結構待ちに待って感動ですね。ASMR じゃないですけど音をね聞いていただければ。いやーめっちゃかっこいいね。シルトアンクルだね。うわフィルム貼ってなかったね。フィルム貼っとけばよかったね。ちょっとフィルム貼るの忘れた。はい、ということで、フィルムの貼り終えたんですが、結論、ちょっと失敗しました。で、今回の PDA 工房さんの純黒クリアフィルムっていうのを実際に貼ってみたんですけど、反射はめちゃくちゃ防止できてるんじゃないかなと思います。で、ちょっとした、手汗とか、ものに関してはそんなに後は残んないかなっていう感じですね。で、残ったとしても、例えばちょっと今やってみるんですけど、こう、わざとつけます。わざとつけて、やっぱこんな感じで、もしどうしてもこう皮脂の油とかっていうのはつくんですけど、これをね、何かしらのもので拭いてあげると、割とすぐに、やっぱね、こう汚れの防止のコーティングはされてるので、汚れ自体は結構割と簡単に取れるかなと思います。で、貼り付きやすさに関しては僕がシンプルにね、下手くそっていうところがあるんですけど、今回のフィルムに関しては、一回失敗してもね、変装用の切手の料金とか払えば、新しいものをちょっと送ってくれるみたいなので、これはね、後ほど剥がして、ちょっと返送、封筒で送ってね、新しいものを持ってきてくれるように多分できるっぽいので、ちょっとそれ後ほどやります。バッテリーを入れたので、実際に電源を入れてみたいと思います。いやー、でもすごいね、なんだろう、所有感がめちゃくちゃいいですね。ちょっと電源入れてみます。おい。電源入りました。意外と最初何も演出はないんだね。で、操作。イングリッシュとかいろいろあるけど、日本語でいきましょうか。日本語で。で、東京にします。19時、もう今届いてね、家に帰ってきて、ちょっと開封してるような感じですね。19時、14分にしようかな。そしたら19時14分に今撮影をしております。うい。QR コードからアプリを入手してくださいって言ったんですけど、ちょっとこれはね、後でやっていきます。おー、来た！始められるようになったぞーで、はい。こんな感じで、レンズキャップがあります。レンズキャップを外します。これ、レンズキャップどうやって撮る？富士をね、使うの初めてなんですけど、ちょっと強めですね。吸着が割と強くつけて取るのがスッと取れる感じ。お、F 値が自動で変わってる。うわ、いいね。で、オートフォーカスでしょ。はいはい。で、ここ上に浮いて、ここでここが ISO だね。ここ ISO をシャッタースピードね。やって今オートにやってる露出の設定。これ固定とかできんのかな。はいはいはい。いやー、いいね。ここでカスタムボタンとかあるんだ。いやー。ちょっとね、正直富士あんまり使ったことがないので、慣れてない感がすごいんですけど、でもシンプルに、この所有感はいいね。はい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 。やっぱ反射防止フィルムつけてる分、画面はちょっと光沢感はないけど、やっぱ反射しないから見やすいかなっていう感じ。で、レンジファインダーかな。レンジファインダーも、はい、ここにあります。ちょっと見てみようかな。おー、いいね。で、ここの部分で、こう、切り替えられると。EVF と、レンジファインダーに切り替えられる。はいはいはい。うわー、レンジファインダーいいね。これ超楽しいね。もうめちゃ楽しい。これはね、実際にもし店頭で試せる機会があれば、ほんと試してほしいんですけど、このレンジファインダー、がね、なんかリアリティがあって写真を撮る楽しさっていうのがね、めっちゃあるんですよ。そしてこのね、所有感とこの重さのバランスっていうのがめっちゃいいっすね。いやー、めちゃいい。これはね、持っててすごい楽しくなるね。ここの、いやー、めちゃいいね。かっこいい。感動するね。ものとしてすごく魅力があります。で、ちょっとね、ストラップも今日買ったんで、それをね、ちょっとつけてみたいと思うんですけど、ストラップは、ヨセミテのストラップを使います。はい、ヨセミテのストラップですね。このまま持っていくのはね、ちょっとやっぱ怖いんで、ストラップをつけたいと思います。で、ストラップは、はい、ヨセミテのストラップですね。ヨセミテのね、シルバーで合わせました。このね、ヨセミテのストラップもね、めっちゃ人気で、やっぱね、手作りしてる分、なかなかね、生産がやっぱこう、効率的にできるのが難しいのかな。だからね、結構発売されたら割とね売り切れちゃって、なかなかねこう買えなかったりするので、その分やっぱり結構高い、1万3000円ぐらいするのかな、結構いいねものなんで、ちょっとね買うには少し手がね出しにくいものにはなるんですけど、これを実際にねつけていきたいと思います。はい、こんな感じでつけてみました。いかがでしょうか。まあ黒のヨセミテのストラップつけるのも迷ったんですが、まあやっぱシルバーはシルバーでいいかなと思います。馴染んで、うん、かっこいいね。まあでもちょっとこのやっぱカメラ本体自体がめちゃくちゃかっこいいから、ちょっとこのストラップが少し負けてる感はあるけど、でもなんか悪くはないよね別に、うん、そんな悪くはないかなと思います。じゃあちょっとシャッター1枚切ってみますね。いきます。コトっていう感じですね。はい、こんな感じです。ストラップね、つけた感じだと、こういう感じですね。こういう感じになります。かっこいいね、やっぱり。カメラ自体がめちゃくちゃかっこよくて。で、やっぱ撮った感じ、ディスプレイよりもなんだろう、どちらかというとモニターの方がやっぱりすごい綺麗に見えるかなと思います。まあモニターもね別に悪くないんですけど、モニターの画質よりもファインダーの方がね画質はすごく綺麗だなっていうふうに思いました。うん、いいね。うわでもこのファインダーマジで綺麗だね。ファインダーは綺麗だし、なんかやっぱ持ってて所有感がいいね。うん。いや、かっこいいね。いや、マジで楽しい。カメラってほんと楽しいよね。いやーでもかっこいいね。で、ストラップもこうやってね、今動画でこう自分のね姿バリアングルで見ながらと、割とストラップもね、色味も結構いい感じですね。うん。悪くないな。うん、撮ってる時に安心できるというか、まあ、こうやって持った時のこの流れの時のこの色が結構かっこいいですよね。うん。はい、ということで皆さん X100VI の開封動画いかがだったでしょうか。まあね、もう本当にこのカメラの素晴らしさっていうのが全部はやっぱり伝えられてはいないと思うんですけど、やっぱりこう開封する瞬間のこうワクワク感とか、あとは実際に持ってみた時のこう重さ、所有欲とか、もちろんシャッター音とか、まあ、ファインダーとか、本当いろんな部分でこうくすぐられるね部分がたくさんありました。僕がねこれからこのカメラものすごくね、長い期間多分ね相棒として使っていくカメラになると思うので、これからね、いろんな動画とか、レビューとかで使っていきたいと思いますので、ぜひともね X100VI に、興味のある方は、チャンネル登録と、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。